ほら見て、先が見えねえよ。ほらもうガスってるもん。ほらガスってるもん早速ガスってるもん。わかる？わかる？釣りしてるな。大丈夫？風の音うるさくない？何人かね、こっち今釣り行ってるね。車3、4台止まってたからな。あ、磯の香りがいいね。濡れた足って感じ。なんでこうないんだよ。ほら他ないのになんでここだけ。これなに、これなんでここだけ濡れてる。これ下浅いんだよね、結構ね。ほら浅いっしょ。電波あればいいけどな。お、誰か立ってる。違った、鳥居だった、灯籠だった、だいたいね、橋の長さはね、100メーターあんのかな、ないのかな。100メートルあるかもね。あ、ここいいんだよ。ここつつ。あ、こんばんは。あかねさん、こんばんは。ほら、これここいいんだよ。ここからね。夜に来てこっからね、釣りするのが最高にいいんだよね。去年は釣らせてもらいましたよ。記念碑。何の記念碑。あ、なんか書いてる、なんか書いてるけど、まあ、もうなんか書いてるけどわかんねえ。なんかいっぱい書いてるけどわかんねえ。でも昭和36年っては書いてるね。ここに昭和36年っては書いてる。多くの人
の人を渡し続けてきた、あ、来ました、なんか書いてるな。いやー、わかんないね、読めないね。はい、お久しぶりです、ありがとうね。ちょっと今人来たからさ、ちょっと待って、あの人いなくなるまでちょっと、でもほんとね、電波ね、なんて書いてんだろう、神の島だって一応。まさに神の島にふさわしく、なんとかって書いてる。そして今ある。釣りしてるんですか？はい。釣りしてるんですか？釣りじゃないです。一人釣りですか？ちょっとこれからぐるっと一周。一人でですか？そうですよ。三人ぐらい出すわ。うん？三人ぐらいお化けいて出すわ。あ、出ました？お化けいた。いた？うん。あの廃墟みたいなところは？いた。あれ？序盤のとこやろ。そう。あこやばいです。います。いた？うん、いた。あ、了解です。ちょっと写真撮ってあげといてください。あはは。気をつけて。はーい。なんか痛そうだよ。ほら、これ、ほら。これがね、こういうルートなんだわ。わかったかな？おしま。これでみんなわかったかな？はい。まあ通称東尋坊で身投げをした人が、まあ、大体流れ着く場所ですね、ここは。で、ちなみになんかさっき3人いたと、3人の人は、うん、いたって言ったね。お化けいましたよって。お化けいましたよって。3人いましたよって言ってました。うん、いや、お邪魔しますって言ったってさ、電波がないんだよね、ここね。途中からこれ神社のあれ、これあ、ガがいる。これ木に締め直してるね。これなんだろう、エマ。絵馬があります。いや、前までなかったんだよね、こういう石とかさ積んでるの。なんで？じゃあお邪魔しまーす。どう、電波大丈夫？よいしょ。これ神社、地形と地質って書いてるんだ。オッケー。よいしょ。昼間はね、昼間とか朝方とか結構ね、釣り人は多いんだよね。
釣り人は多いんだけどさ、夜もね今何人か行ってんじゃないかな。さっきも2人くらい戻ってきたし、うん、はいしょ、どう？すごいでしょ。ほら、これ下。本当？案内にいる？大丈夫ならいいけど。うん。やばくないの？ほら、じゃあこっち行ってみるよ。よいしょ。これ元ここに何か立ってたんじゃないかな。ここもともと鳥居かなんかあったんじゃないかな。違うのかな。ああ、あったんだ。わかる。ほらほらほら、そう、ほら、これここもともとこう、これからこんな感じでもともとは鳥居があったと思うわね。あ、前までなかったしめ縄がある。前ここなかったんだよね。ほら、これ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 、これなかったんだよな。へえ。お邪魔します。ね、すごいでしょ。どう、電波。これ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 、これもなんか、これもね、この間ここで草刈りとかね、草刈りとか結構置いてた。うん、一応社務所なのかな、社務所になるのかな。あら、ちょっと中わかる。わ、蜘蛛の巣で見えないか、電気が邪魔か。電気邪魔か。うわ、あ、止まっちゃ、くる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 回ってる、くる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 回ってる。何人も来てんのかな。ほら、立派。ちょっと水がないね。水が切れちゃってる。これ一応重要文化財とかって書いてるけど、うん、ここがね広いんだわ。ほら、これが一応神社になるのかな。これ神社。
と失礼します。ね、で、あ、ここにもこれもなんか、なんか人来たんだけど、ほら、この鳥居のまっすぐ真正面が東尋坊。うん、こっから真正面が東尋坊なわけさ。だからこれで見守ってんのかな。みんなで来るのはいいんだけどね。うん、人来てるわ。いやー、来ちゃったよ人。これも一応こうなんかぐるーっと、これなんだかな、人来たよ。なんかあっちこっち石から何からあるけど、ロープ、もしさ、こっちの方にさ人来るようだったらさ戻るわ。なんかキャッキャキャッキャ3人くらいじゃない恋したの。あー、こんばんは、お久しぶり、みんなお久しぶり。みんな、もんかな。ほら、こっからどうなん、電波ね、よいしょ。帰り、こっからちょっと下るな、大丈夫、電波、電波いける？こっからだよ。こっからね、この前さ、電波なくなったんだよね。大丈夫？でね、こっからちょっと先行ったらね、なんか湧き水みたいなのもあるらしいんだよ。電波 OK、了解。こんなのがあるんだけどさ、頂上設立、頂上設立だって。東尋坊が見えないね、あの電気があるところかな。まあいいや、ちょっとごめんね、手ぶれ、手ブルブルだわ。ここだよ、ここ、ここ結構、わあ、待って、ちょっと釣り人いたらごめんね。大丈夫そうだな、釣り人いないな。ここいいんだよ、ここ。結構ここでね、みんな釣りしに来る人いる。うん。ほら、これさ、売り割りの水、輸出状況とかってあったんだけど、この場所探せなかったんだよね。
どこにあんのかようわからん。ああ、眩しい。どこにあんのかね、よくわかんなかった。日中に、日中来てもわかんなかったもん。ちょっと待ってよ、画面変える。あ、大丈夫だね。オッケーオッケー。お、今日なんか、なんだ、電波あるぞ。で、あれ灯台、灯台、これ灯台、ほら。これ灯台、ほら。すっげえ静か、すごい静かだよ。ねえ、月も出てるしさ。招待されてます。なんかすごいね、こっち来てんのかな、あの人たち。どうなんだろう。まあ歩きやすいったら歩きやすいけどね。ここ誰なのかな、してイノシシとかいんのかな。いないだろうね。いるとしたらさ、あのさっきのさ赤い橋を渡ってこなきゃダメってことだよね。そうだよね。あ、やばい、ほらこっから。あ、やっぱりダメだ。うん、やっぱりな、やっぱりダメだったでしょ。うん、半分までが限界なんだここ。残念。どう？戻ってきたしょ。電波どう？教えて。戻った？こう携帯だと見え、わかんねえよね。あ、戻った。戻ったしょ。そうなんさ、この灯台よりね、こっち来るとダメ、もう電波がねなくなっちゃうんだわ。うん、大丈夫でしょ。そうなのさ、前も確かここずっと行って電波なくなっちゃったから結局は動画にしちゃったのさ。うん、3年ぐるっと一周したかったね。ぐるっと一周したかったけど戻ります。どうすか。
どうすか。これやっぱ誰かいる、誰かいる、やっぱ恋するわ、恋するわ。見えないよね、本当だよ。こっから分かるかな、ちょっと分かるかな、指あるよ。あー分かんねえか。ここん、こうだから、ここ。ちょっと見づらいけど。あ、ピンボケ。うん。見づらいけど、ここ、東尋坊。あの、かすかい、なんか電気、あれ、ピンボケ。うん。あそこはね、東尋坊。まあ電気もパワーなくなってきたわ。電気もパワーなくなってきた。はい、ちょっとお邪魔しました。水出ないのかな。なんか綺麗なんだけどね。うん。一周してねえのにな。戻ってきちゃったよ。これすごいっしょ、この石段の、この石段のこの高さ。どう？いや、ほんと静かだよ。風の音だけ。ああ、ようわかったね。そう、この左の方、こっちは、こっちはそうでもないんだよね。俺こっちなんだよね、ここなんだよね。これ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 、ここ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 、これなんだろう、なんか書いてる。なんか書いてる。なんて書いてる、これ。天保2年6代内田、何これ、なんちゃら左衛門。あ、お、これなんだ、これなんだ。あ、違うわ、この灯籠だ、灯籠、この灯籠がそうなんだ。天保2年だって。何笑ってんの、ぶって、ぶって、何笑ってんの。まあこんなとこだよ。ね、あ、なんだ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 、これなんだ。あ、雲、雲、雲、糸張ってる、雲、糸張ってる、雲、糸張ってる。
もうこっから行けねえわ。行くとこの中行くとしたらね、蜘蛛の巣だな。じゃあ戻っぺ。これは前までなかったな。本当なかったな。なんかあんのかな。トイレかこれ。トイレかな。そう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 。やばい、もうだいぶ電池も薄暗くなってきたね。はい。はい。いやー戻ってきちゃったよ。はい、戻ってきました。戻ってきました。こっちはね、ほらこんな感じでこっちも行ける。ここもね、こうここはね中突っ切っていくんだよね。うん、中突っ切っていくっていうか、失敗したね。ここ来ればよかったね。じゃあね、ここそうだそうだ、灯台行ったら、灯台からね今度ねここに抜けてこれるんだわ。そうだよ、そうだそうだ、失敗。お、書いてるほら、灯台って。うん、なんか落とした。よいしょ。はあ、葉っぱ。まあそういうとこでした。結構急でしょ、ほらこんな感じ。何秒、ここはね痛いね。転がってきたら痛いわ。やってねえだろうなこれね。やってんのかな。これ結んでるっちゅことはさ、結んでるっちゅことは誰かここ来てちゃんとやってんのかもしんないね。おみくじとかってあるもん。ほら、絵馬とかも置いてるもん。ほら、各種お守りって書いてるもん。え？何これ？あ、なるほど。ちょっと眩しいっしょ。ちょっと待ってね。なるほど。これ、あ、わかった。あのね、これね、開くんだわ。あれ、開かなかった。あれ？え？え、開くんじゃないのこれ。違うの？これお金入れてさ、もらえるんじゃないの？お金入れて、で、
持ってってくださいみたいな。違うの？こう書いてるよ、ほら。料金は賽銭箱にお入れくださいって書いてるもん。で、おみくじはご自由にお取りくださいって。開かねえわ。開かない開かない。時間決まってんのかな。え、でもさ、え、じゃあ誰かここに人来るってこと？でもいっぱい絵馬とかここほら置いてる。中こんな感じ、ほら。え、そうなのかな。まあ一応鍵はしてるけどね、ここは。やば、電気やば。あ、治った。というわけで、おしまでしたよ。じゃあ戻りますよ。一周ですか？え、一周していくんですか？いや、してきました。あ、行ってきましたよ。え、どうでした？いませんでした。あ、知ってますよ。100% らしいですよ、ここ。うん、どっち回りで行くの？左ですよね。え、なんか、いや、右回りで行ってきたら。いや、それ戻れないって聞くんですけど。だよね、やっぱりそうだよね。いや、配信のためじゃない。俺ら何も配信。まっすぐ、まっすぐ行ったら、あれなんですか、神社普通に着くんですか？階段登ったら普通に神社あるんですか？左行ったら、はい、とりあえずなんか社務所みたいな、廃墟っぽいみたいなのあるから。すごいな。でここで行くの？でそれからちょっと行ったら神社ある。電気ある？うん。やばっさー。リグ行ってしゃべる。あ、バッサー石川の石川のそういうノリじゃない。じゃあ、はいかー。あ、違う。頑張って。いってらっしゃい。えぐいへ。なんか今やっぱいるわ。うん、誰か来てた。うん、やるよ今男の人。4人で、うん、もうあれだよ、肝試し感覚だよ、みんな。楽しいね。うん、若いっていいね。若いっていいね。ちなみにこれ今電気つけてない状態、真っ暗。どう？おっかないから歌うたいながら言ってる。歌いながら言ってる。3人は行く気満々で、1人はなんかね、もう1人はね、もうビビっちゃってる。マジ行くのとかって。またあれだわ、ここ来るよ。まあ配信はしないで釣りに来るけどね、またこの時間に。もうちょっと早い時間か。うん、
ある時は心霊スポット、ある時は釣り。